ネックが来てくれました。会場の皆さんと一緒に楽しい時間を過ごしたいと思います。それではしまねっこの登場です。みんなの声をしまねっこをもっと聞きたいみたいなので、よかったらもう一回、皆さんこんにちは。ありがとうございます。ありがとうございます。すごいみんなの声聞こえたね。しまねっこね、歌のゴッドパイ祭り、しまねっこも楽しみにしてきました。一緒に楽しい時間を過ごして、島根のこと大好きになってもらえたら嬉しいです。よろしくお願いします。 ありがとうございます。まずは島根っ子のこと、初めて会ったよってお友達もね、いるかもしれないので、たくさんいろんなお友達来てくれてるから、島根っ子の自己紹介をしたいと地域になっています。次には首にはですね、締め縄風のマフラーをつけています。そして背中にはくぐり、かっこいいファンが来ましたでしょ、まねっこ。背中みんな見せてもらってますかね、みんなに。あ、そうそうそう、背中にね、縁結びのリボンをつけています。皆さんと島根県を結ぶ縁結びのリボンです。後ろ姿もね、かわいいですよね。で、島根の美味しいものが大好きで、よく食べ過ぎちゃうぷっくりボディさんですが、こう見えてね、ダンスが得意で、いつも元気いっぱいです。今日は島根っ子の美肌ダンスを披露します。実は島根県は美肌県なので、その秘密が分かっちゃうとっても楽しい曲です。ダンスのレクチャーをしようと思うので、皆さんもよかったら島根っ子と一緒にちょっと踊ってみませんか。一緒にやってみてください。で、まずは見本をしたいと思います。周りの友達に気をつけながらね、ちょっと真似したり、まずは見本をね、見てもらって、よく見てください。よく出てくるところをやってみます。ミュージック3番お願いします。私がちょっと出だしを乗り遅れてしまったので、ちょっと説明しながらやってみますね。皆さんも一緒によかったら手だけでも動かしてみてください。最初は左右にいきますよ。手をくるくる回して、にゃーくるくる、にゃーくるくる、にゃー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 。で、船をこいで、右左頭をポンポンポンっていう動きですみんなちょっとポカンとしてるかもしれないよかったら手を一緒に動かしてみませんか。右左っていうのやってみて、やってみてください。やってみようもう一回やってみる、もう一回やってみよう。手をくる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 回して、くるくる右にゃー、くるくる左ににゃー、くるくるにゃー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 お、上手、やってくれた、ありがとうございます。あとは、船を漕ぐ動きです。右左右で、頭と肩と腰というか手を下げる、ポンポンポンっていうのがあります。じゃあ、さっきのゆっくりの曲に合わせてやってみようと思います。みんなももう一回やってみてね。じゃあ4番お願いします。くるくるからいきますよ。
んだ、3番だったんだ。ごめんなさい。ちょっと早かったね、今。そうそう、そのゆっくり。シーヤ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 ーみんな上手にできてましたよ。で、さっきの早いのが4番、ごめんなさい、はい、ちょっと、本番ちょっと早いので、本番の速さで、はい、5、行ってみましょう。ちょっと踊るのは恥ずかしいなっていうお友達は手拍子とかしながらね。あと、違うところ、今のところと違うところもあるんだけど、なんとなく楽しく体を動かしてみてもらえたら嬉しいです。では島根っ子の美肌ダンスいきます。ミュージックスタート。写真や動画を発信しています。今日会えた記念にぜひ
フォローして、いいねやコメントをしてお友達になってもらえたら嬉しいです。島根県観光キャラクター島根っ子でした。ありがとうございました。続いて、いつも弥生の森博物館のスポット、むすみちゃんの登場です。みなさんこんにちは、こんにちは。いつも弥生の森博物館のマスコットキャラクターのよすみちゃんです。こんにちは。皆さん、いつも弥生の森博物館で行ったことある人いますか？ありがとうございます。よすみちゃんのこと知ってるよって人いますか？ありがとうございます。よすみちゃんは出雲弥生の森博物館という出雲市の大津町にある博物館のマスコットキャラクターです。ちょっと最初にですね、よすみちゃん実は決めポーズがあるんだよね。そうだよね、よすみちゃん。じゃあ私が入っていったら、ぜひ皆さん大きい声で、はいよすみって言ってもらってもいいですかね。じゃあ私が入っていたら、はいよすみでぜひお願いします。じゃあ行きます。はい、ありがとうございます。実はこのポーズがですね、よすみちゃんのポーズになっていて、実はこの体の形が、弥生時代のお墓の形、よすみの形になってまして、これがよすみちゃんの決めポーズになってますので、また写真撮影の時なんかもぜひこのポーズで写真撮ってもらえたらなと思いますので、よろしくお願いします。で、この頭の形はその弥生時代のお墓の中から出てきた勾玉の形をしています。弥生の森博物館の2階でいつでも見ることできますので、ぜひ皆さん来て見てみてください。で、実はよすみちゃんですね、2010年に博物館ができてから本当によく頑張って活動をしてきて、2011年にはですね、ミュージアムキャラクターアワードというですね、博物館とか美術館のキャラクターのナンバーワンを決める人気投票で1位になったことがあったりとかですね。そうなの、出雲の観光大使なんかも務めてですね、出雲市のためにいろいろと PR 頑張ってきたんですけど、やっぱりちょっとその10年以上の活動の中でだいぶお疲れが出ていて、ちょっと体の色がですね、ちょっと変わってきたりとか、子供たちにも怖いって言って泣かれたりとか、ちょっとね、辛い思いもしてきたよね、実はね。それで実はクラウドファンディングでよすみちゃんをリフレッシュする支援を求めさせていただいて、実は、この度、実は昨日なんですけど、よすみちゃん見事リフレッシュさせていただきまして、実は今日のスサノオゴッド恋祭りがリフレッシュしたよすみちゃんの初めての舞台になります。なので本当に今日ここに来させていただいて嬉しいよね、よすみちゃんね、やったよね。本当にいい天気でたくさんの、ね、お客さんにも来ていただきまして、本当に嬉しいなというふうに思っています。本当にリフレッシュしたよすみちゃん、これからもですね、たくさんいろんな場所で頑張っていきたいなと思ってますし、出雲市の PR だけじゃなくて、博物館の PR だけじゃなくて、出雲市の PR なんかもたくさんしながら活動していきたいなというふうに思っていますので、ぜひ皆さん応援していただけたらなというふうに思ってますし、またこの勾玉とかですね、このお墓の形も出雲弥生の森博物館に来ていただけたらいつでも見ることできますので、ぜひ皆さん来ていただけたらなというふうに思ってます。で、実は島根っ子ともいろいろと遊んでいただいたことがたくさんあって、10月末も島根っ子フェスティバルというものに呼んでいただいて、一緒にダンスなんかもさせてもらってですね、本当に仲良くさせてもらっているので、今日も本当によすみちゃん島根っ子と楽しみにしてて、ぜひこの後もですね、皆さんと写真撮影とかして楽しみたいと思ってますので、ぜひよろしくお願いします。一緒だっけ、さっきのこと。一緒だったよね。本部から車の移動をお願いいたします。
なんだろう、なんだろう、なんだろう、これ向こうにしようかなんとなし、なんとなし愛してみたけどなんかいいね、なんか始まったねそうだね、島根っ子って言うんだよ、分かった、はい、せーの、島根っ子来るかな、うわー来た来た来た、ほら島根っ子来たぞ、かわいい、みんなもいいよ、もうちょっと前出て、みんなで踊るにゃそれではね、ここからは、島根っ子が来てくれました、ね、会場の皆さんと一緒に楽しい時間を過ごしたいと思います、よろしくお願いします、本当にあの真似してみたりしてみてください、はい、じゃあ行きますよ、ミュージックスタート、島根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 生まれの島根島根子、島根の好きだれ好きだれ島根の島根島根子、幸せいっぱい招き猫、誰とでも仲良くなれるじゃん、みんなを島根で待ってるじゃん、まんまるお目々をキョロキョロ、くつまきピンクを凍ってた、触るとふわふわいい気持ち、島根っ子、みんなで踊るよ、島根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 生まれの島根島根子、島根が好きだ好きだね島根の島根島根子、島根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 育ちの島根島根子、島根のことなら何でもわかるね島根島根子、一心坊
島根っ子。島根が好き大好きだね。島根の島根島根っ子。島根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 育ちの島根島根っ子。島根のことなら何でもわかるね。島根島根っ子。おりますので、一つよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。みんなバイバイ。はい、よすみちゃん、よすみちゃんも、ね、一回帰る、帰る。カメムシ、カメムシ、カメムシが で、それじゃあね、これ島根っ子はこれでお別れです。バイバーイ。バイバーイ。はい、次なら今だぞ。あとね、よすみちゃんはこの後抽選会にも。